心配にもなるでしょう。記憶喪失なんて普通経験することじゃないし。だからその言い方がまず大げさなんだって。いやだから言葉通りなんだって記憶一時的になくなっとったや。記憶喪失じゃなくて記憶が曖昧なだけ。ビビたるさだな何そのよくわからん訂正どっちにしろ心配事だろ。記憶が曖昧になることもそんなねえよ。よければもう少し細かい話を聞かせてもらえないか。お、主人公もなかなか頭さえさえじゃない何これ、ラーメン効果？じゃあ今日あまねもしかして寝坊してないとか？そうだね、突然記憶喪失と言われても心配になるばかりだ。本当は大した話じゃないんだけど。私はレジに行ってたから実際に目にしたわけじゃないんだけど、ナンパされたんだよね。お、ナンパという単語出したの木下さん優秀だよ。もうここ最近で主人公とノアの頭の中ではナンパイコール異世界人からのちょっかいっていう認識だからね。ナンパだと？なんてハレンチな。お前昨日ラーメン食ったよななんで今までサイサイトークだったのに急にバカになんだよ油で血液ドロドロになってんじゃないか。ハレンチって言うほどか。いや清らかな行為ではないだろうけど、まあ確かに逆なんだったらむしろ男の勲章みたいなところあるけど、普通にナンパだと若干ハレンチかもしれない。だってナンパっていうのはあれだろ。もういいよそれお前の言うあれほんとしょうもないもん早く真面目なターンに戻せって。優しく声をかけ、言葉巧みに飲み物を飲ませ、その中には怪しげな薬を入れて、その後は朝から元気だな幸せもんでよかったな。ちょっと白石さんの話聞きたいからよそにいててねゲストもめ。何を想像したんだやめろ天使がゲストもめとか言うのゴミを見るような目をトッピングするな。ゲスどもってだいぶ偏りのあるナンパ像だね。まあ中にはこういう例もあるよっていう軽い感じでいいよ。そもそも情報源が偏ってるだろうしな。え、違うの？お前もかいいってその同人誌愛読家たちの会会長ノアで副会長くるみなんかい。こっちもかーい。白井さんいつものキレのあるツッコミがないもうこれが調子が悪い確たる証拠やん。違わない木下さんなんでお前もそっち行っちゃうの副会長になりたいのもしかして。おい白井さん悲しいよ俺はいつからそんな無気力系ツッコミキャラに転生したんだよ。いや面白がってるだけじゃなくて、下手に否定するより危険だと思い込んでる方が安心かと思ってさ。確かにね、白井さんこうやってガード固いふりして結構ちょろいところあるかもしんないからね。警戒心は強すぎるぐらいがちょうどいいのかもしんない。そういう意味でなら一理あるか。面白がってるだけじゃない。気にしない、気にしない。木下さんはいつも通りで嬉しいよいやもうこれ木下さんがクラビーの幻惑魔法にかけられてたら気が気じゃないもん。まあ注意するに越したことはないか。似たようなことが昔ニュースで取り上げられてた気もするし。そもそもナンパだったかどうかもあやふやなんだけどね。どっちかっていうとネズミ講の勧誘に近かったもんね。でもさ、男の人に声をかけられたのは間違いないんでしょ。クラビーの姿をまだ主人公もノアも知らないからこそ、ちょっとこれの一見の危険度合いが分かりにくいのは結構問題だよね。なかなかあいつもやり手だからな。そのはずだけど。まあ挑発だったからワンチャン髪の毛だけの印象だったら女性かもなっていう風に記憶は改ざんされそうだけどね。話をしたかは覚えてないからな。多分幻惑魔法をかけられてなくても何の話してたのかよくわからないよもう魔王を知ってる前提で話してる内容なんて頭に入ってこないもん。それとんでもなく怖い話じゃないか。知らない男の人でさ、最初からうさんくさいと思ってたからまともに話を聞かず適当に聞き流してたんだよね。そのせいかもって思うんだけど。いやクラビーなかなか優秀な働きしたな。あれは白石さんの記憶には定着させずにちゃんと目的は果たすっていうね。で白石さんに渡したものは一体何なんだっていう話がまだ解けていないんだよね、謎が。チャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。